人はねるまえにそうぞうした人間になるイメージトレーニングしようどん底からドラマがはじまるいまめのまえにあることに心をつくせくるひとにはたのしみをかえるひとには喜よろこびをいちごいちあまいことばはあとでにがくなる ことばはあとであまくなるがんばっているときっとめがでるよあたりまえはあたりまえでないんだよあたりまえにかんしゃしようつぎの一かいでそのかべはやぶれるかもしれないちょうしょをのばすよりたんしょをなおせにげたくなったらぜんりょくでまえににげろ 人の幸福の第一は家内の平和夫婦親子の絆があってこそ本気になって取り組むと何でも面白くなるいまに見ておれこの言葉を忘れてはいかんぞ持っていないものを気にしていると持っているものを忘れてしまう人は自分が幸福なのを知らないから 不幸なのである。努力は実るじゃなくて実る努力をしよう。二度とない命あなたならどう生きる人の親切をありがたいと思わないのかうれしい時は犬でさえしっぽをふる。猫だってのどをならす。君は人間だというのに。 人は不幸のときは1を10にも思い幸福のときは10を1のように思いますお子さんになんのために生きるのと聞かれたら「だれかを幸せにするために生きるのよ」とこたえてあげてください「失敗したっていいんだよ」 強がりなんか言うことないよ。やせがまんなどすることないよ。声をかぎりに泣くがよい。ただひたすら泣けばよい。人から褒められるのはむずかしい。しかし人を褒めることはかんたんや。恨みや怒りはひと晩寝てからいよう。ひと晩寝ると。 感情は薄れるから人生は喜ばせごっこ楽しさの最大のものは他人を喜ばせることなのですどっちでもいいじゃないか損得できめようとするから人は迷う欲を捨ててかかれば問題の大半は解決します幸せは幸せと思った瞬間に生まれます くるしいきょうぐうにおかれても「これまたけっこうなことです」とありたいものです人生たのしんだものがちいきているだけでまるもうけみようとするとみえてくるのがチャンスありがとうごめんなさいすなおにいえたらいいねあせらず あわてず、あきらめず。みっかぼうずけっこう。やってみよう。はんせいはしろ。こうかいはするな。がけっぷちありがとう。さいこうだ。人間は、うまれるばしょや立場はちがっても、いちように土にかえります。びょうどうなんです。あなたは、 たった1つの尊い命をもって、この世に生まれた大切な存在です。幸福になるには人から愛されるのが1番の近道です。いくつになってもおしゃれ心を失わないこと、好奇心を失わないこと、若い人と付き合うこと。これが若さを保つ秘訣です。 花はみるひとをなぐさめてなにもみかえりをもとめない。こどもがおさないときはおやがせわ。おやがとしおいたらこどもがせわ。やくわりのこうたい。それがにんげんのじゅんばん。じぶんをほめてみとめてあげないとじぶんがすくわれない。じぶんのみかたになれるのはじぶんだけ。 じゅんびをしていたらチャンスはいつかおとずれる。ばんさくつきたと思うな。おぼえておくひつようのないことははやくわすれること。うんめいよそこをどけわたしがとおる。できないのは能力のうりょくのけつじょではなくしゅうねんのけつじょである。おとなってかわいそうだね。 誰も自分を叱ってくれる人がいないんだから家族は私の宝物幸せはたくさんあると思える人は幸せになりやすい失敗とは転ぶことではなくそのまま起き上がらないことなのですやまない雨がないように終わりのない悲しみはない真剣に考えても深刻になるな たおれないこともすごいけれど、てもたおれてもおきあがるところがすごい。つよいこころがないといきていくのがむずかしいしかしあたたかいこころがないとしあわせにはなれないやってしまったこうかいはだんだんちいさくなるけれどやらなかったこうかいはおおきくなる。他人を元気にをすると、 こわが,がらなくていいしぬこといがいはかすりきずだどんなにつらくてもとりあえずいきようまえむきとかそんなのはあとでもいいからおじいちゃんおばあちゃんいつまでもげんきでねこうどうをかえてもおもいがかわらなければけっかはかわらないあんたは自分が思うよりずっと と素晴らしっぱい失敗はまわりみちいきどまりではないあけゆくまいにちをおまえのさいごのひとおもえはじまりがあればおわりがあるおわりがあるからまたあらたなしあわせがはじめられるいっすんさきがひかりだあしたがたのしみだなかつことはじゅうようじゃない。 ううということいこが重要なんだ。ばったらがんばったぶんいいことあるよね人間はまえむきにあるくようにできているもっとえがおそのほうがよくにあうけんかをしているとしあわせがにげてくるしみがやってくるしっかりやすめさきにはたのしいことがある いはしんどいことをする。クローバーはわかいころにたくさんふまれたからよつばになれたのだたいしたどりょくもしないでがっかりするのはあまいんだよあんたがあいするひとよりもあんたがあいするひとをだいじにしようじんせいはまだまだながいんだこれからがしょうぶだよひとはいずれしぬ。 いいか遅いかだけだ。けあれもこれもほしがるなしんじつづけたらきせきはおこるもうすぐにじぶんよりちょっと他人のことを考えるひとを心ゆたかなひとというあなたの運命はいまのしゅうかんでつくられるどりょくはいっしゅんのくるしみこうかいはいっしょうのくるしみ みんながあせでありますように。お金がなければすでにあるもので勝負すればいいんだよ。天才には限界があるが努力に限界はねえ前に進めない。当たり前だ。前に進もうとしていないからだ。希望に生き愉快にはたらき感謝に眠るトムというのは。 物をたくさんもつことではなくたるをしることですくっつけたテーブルはみせをでるときにもとにもどそうとしよりにせきをゆずろうわかれがかなしいのはそれだけすきになれるひとにであえたからうんがよいと思うことそうおもったらどんどんうんがひらけてくるんだしんけんだとちえがでる。 中途半端だとだが出る。いいかげんだと言いいわけばかり「おまえあしたしぬ」っていわれたらきょうなにをするいつも「ありがとう」からだのコントロールがこころのコントロールにつながるはながさこうとさくまいといきていることがはななんだ「しかられた」「おんをわすれず」 いのちはけっしてひとりではかがやかないえがおがなによりのくすりやっぱりせいじつなひとがうまくいくしぬことよりないきることのほうがよっぽどゆうきがいるんだよ人生じんせいはにゃとなんしとかならじんはしみがならじんせいはごくらくしごとがぎむなら 人生は地獄だ。現在悩んでいることは、一年後には消えてしまう。可能性を信じろ。きっぱりノーということは、人生を楽にする方法なんです。焦らない、でも諦めない。